はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビジです。では今回は、ハーツオブアイアン4トルコの野望現代モッドですね、続きをやっていきたいと思います。で、前回までヨルダンと、戦争してヨルダンをね、占領したというところまでプレイをしてきましたので、今回はその続きになります。で、ヨルダンの後はですね、イラクとの戦争になりますので、今イラクに対して宣戦布告の、準備をね、しているという状況ですので、まずはこれをしっかりイラクを占領しようという動きになります。まあ、ここは豊富な石油資源がありますからね。で、その後なんですけども、イランと戦争するパターンをちょっとロケハンしてみたんですけども、イランがね、まあ思いのほかというか普通にというか強くて、かなり苦戦をすることが分かりました、ロケハンの結果。なので、まああえてその苦戦するイランと早めに先端を開くということはせずですね、一旦力を蓄えようじゃないかというふうに考えてまして、この後イラクを攻略したらですね、一旦陣営マップに切り替えますが、アゼルバイジャン、ジョージア、この辺りを、まあ、制圧してですね、さらに軍事工場を獲得していこうじゃないかという動きを今のところ模索しています。なのでしっかりとね、味方を増やすという運動も行っていくのと、あとは参謀をつけて確実に力をつけていきましょう、軍の力を。で、あとはですね、まあ、ちょっと時間があるので、今のうちにちょっとでも陸軍の経験値を貯めておきたいので、演習を始めます。イラクとの戦端を開く時期は、2019年の10月です。今、画面の右上に3月と出てると思うんですが、10月になったら開戦になるので、9月ぐらいまではね、演習を行って、陸軍の師団の編成を随時見直しかけていきたいなと思っています。で、生産系はできるだけしっかり入れて、生産効率を上げて、装備品の充実を図っていきましょう。政治力が溜まったら、各国に関係改善を行っておきます。特にドイツ、イギリス、フランスあたりはね、戦争になった時に義勇軍を送ってくれる、そういう可能性が十分にあるって。軍の強化を行っていきます。あと空軍の展開も、少し行っていきましょう。空軍の展開はというと、まあ、イラクの上空のね、制空権はいつでも確実に取れるようにしておきたいので、早め早めに空軍の展開もしておきます。で、ペルシャ湾に海軍を、まあ、派遣しようかなと思っていたんですが、その肝心のペルシャ湾に面するイランの攻略を一旦取りやめることにしたので、あえて海軍は動かすのはやめます。ではそろそろ一度師団の編成見直しましょうか。イギリスが投資してくれて民事工場を得られるっていうのはね、本当にありがたいですね。おっと、ちょっと待ってね、時間止めます。トルコが何だって、トルコ共和国軍での任務中、トルコが遠くまで行き過ぎてしまったようだ。担当地域の悪天候のせいで現在は病気にかかっており、回復に時間を要する。あー、マジか。あんまり嬉しくないな。で、研究枠は使っていきます。師団の編成を見直しましょう。まずは主力の歩兵、これを大幅に見直しをかけましょう。おっとっとっと、
これで20になったね、正面戦闘幅が。そしたら、こっから、どうしようかな。野戦病院、補給中隊。このあたりは欲しいな。ここまでかな。あと1溜まったら50になるので、ちょっとこのまま1溜まるの待ちましょう。まあ、じきに今演習中なので、49の陸軍経験値が50になると思うので、それを待ちます。これで正面戦闘幅20の、軍が編成できるので、だいぶね、助かるんじゃないかなという期待を持っています。イラン軍は強かったけど、イラク軍はね、全然楽に潰せたので、イランとの国力差を埋める、まあ、そのためのね、動きを考えて模索してやっていきたいなと思ってますね。偵察中隊でいいかな。これで OK だ。ではここからまた陸軍の特に歩兵気合を入れていきましょう。で、次はですね、政治力を貯めて、徴兵制度をね、少し変えていきたいので、国家方針は政治に切り替えます。政治的方針ですね。ではそろそろ演習をやめておきます。戦闘態勢に入りましょうか。徴兵制度はこの後大規模徴兵に変えていきます。これが必要な政治力が150の政治力を使って、徴兵可能人口がだいぶ増えますね。今戦争中じゃないから無理かな。そうだね、戦争中じゃないのでちょっと無理。まあ、戦時中になったらすぐに切り替えましょう。アイスランドの加入は歓迎だな。味方は少しでも多い方がいいですからね。あと、マルチロール機が、配備できると思うんで、マルチロール機を配備して、さらに、イラク上空の制空権を確実なものへとしていきましょう。二つの軍を導入しますね。第二軍と、まあ、第三軍。第一軍がどこにいるかというと、第1軍がどこにもいない、まあ、第2軍と第3軍を投入する。よし、バグダードに宣戦布告の準備ができたという話なので、イラクに対して宣戦を布告していきます。で、これ戦時中になったので、まあ忘れちゃうとね、ずっと忘れたままになっちゃうので、先に徴兵制を大規模徴兵へと変えていきます。これで徴兵可能人口が増えます。イギリスからの義勇兵、ニコシダン、歓迎だ。ウェルカム。あとはですね、この先を見据えて外交政策、国家方針ですね。で、あと、支援装備はこんなにいらないので、他足りてないところに回していきます。軍需工場。こんなところですかね。で、それに伴って資源が不足したので、ゴムをタイから輸入。大好きなタイ、まあ、タイはね、なんとかお話してると思うんですけど、12月の5日から、またタイに遊びに行ってきます。で、今度こそ、まあ、タイのホテルで収録しようかなと思ったんですが、日程的に3泊4日しか行けなかったんで、3泊4日だとね、ちょっと時間もないんで、今回も一応収録は持っていかない予定です。バグダードまで一気に行けそうですね。OK だ。これで、イラクを食ったら、続いて、ジョージア、アゼルバイジャンと、順次、攻略をしていきましょう。いやー、イギリス軍のさ、義勇兵、遅いよ。決着ついちゃうよ。選挙は勝利。このまま順調に行けば、戦争はすぐ終わるな。
では戦車もね、おっとちょっと待ってね、新しいのが来てる。エチオピアは中国の軍事支援を得る。おー、アメリカと中国の、ちょっと字が小さいので読み上げますね。アメリカと中国の軍事企業間でのエチオピア軍への兵器供与をめぐる長きにわたる競争の後、エチオピア政府は中国企業に大きな自由を与え、中国人民共和国とのいくつかの軍事経済条約に署名した。あー、エチオピアは中国陣営に入るということですね。戦車はアルタイに進みます。でここでイラクの全州を割譲させましょう。これで戦争が一つ終わりました。戦争が終わったら続いて次ジョージアに対して戦線を布告。そのための準備に入ります。295日かかるので、ちょっと待ってね。軍事通行権ロシアに対して与えているけど、ロシアが参戦してこなければジョージアは取れる。で、肝心のジョージアへの宣戦布告完了日ですが2020年の9月6日です。なのでまあ1年近く10ヶ月あるので、この間にまた軍備を整えていきましょう。ジョージアに対してもまた第1軍を投入しよう。精鋭中の精鋭、第1軍。で、あとは海軍も一応じゃあ投入しますか。国会に、ま、国会にね、ま、強襲上陸を送るする部隊を投入するかというとその予定はないんですが、一応ここは入れておきます。政治顧問とかも後回しでいいかな。どちらかというと味方になってくれる国をちょっとでも増やすために外交を展開しましょう。あ、フランス、ドイツ、イギリス。イギリスはね、何度かもう、義勇軍を送ってくれる、まあ、そういう中になっているので、まあ、安心かなと思います。あとはどうなんだろうね、ギリシャとか隣国に対してもそういう動きをしていった方がいいかもしれないですね。仲良くしようよっていう動き、関係改善。そうだ、ウクライナの美人首相にもちょっと送っとこう。うわー、ウクライナが美人首相じゃないならやめよう。イタリアにも送る。でもちろんね、大国オーストラリア、そして日本、韓国は王子だな。で、アメリカ関係改善をしっかり行います。イランとの戦いはもう少し先延ばしにしたとはいえ、いずれイランとの戦いはどっかで決着をつけなきゃいけない時が来るので、まあ、その時のためにですね、ここは一旦また演習を8月ぐらいまで行って、陸軍の師団編成を、アップグレードしていきたいなと思います。次は歩兵だね。歩兵がね、もう、中須飛ばずというか、全然編成できていないので。歩兵を大幅に改良をかけていきたいです。で、あとは、海軍はもうどうしようもなくしょぼいので、そのしょぼい海軍を強化するっていうのは、あまり、いいプラスに働かないんじゃないかなと思うので、まあそういうことをするぐらいだったら今ある陸軍の戦力を強化することに注力をしていきたいと思っています。なんとかジョージアとの戦争、そこまではプレイしたいな。で、南オセチア、ちょっと全然わかんないな、この辺の国になると。南オセチアですって言われても勉強不足で。他は、ここはアブハジア。アブハジアもちょっとあんまり聞かない国だよな。まあ、ジョージア、アゼルバイジャンはね、聞いたことありますけど、あとナゴルノカラバ。ナゴルノカラバフさんもちょっとよくわからない。資源で言うとどうだろう。アゼルバイジャンはいいけど、ジョージアとかもほんと意味ないね。何にも資源取れない。アゼルバイジャンで言うと、石油が、153。
で、アルミが9取れるので、まあ取る価値はあるのかなっていう感じはしますけどね。それ以外は残念ながらあまり意味がないように見えます。イランが強いんだよね。イランの国力確認しましょうか。イラン、今24から71段入っていて、軍事工場が9から10。じゃあこれ、トルコと比べてどうって見ると、国力差ほとんど変わらないんですよ。こうやって見ると。ただ、師団の編成が多分強力なんだと思います。まともにぶつかってもね、ちょっと勝てなかったですね。正面からぶつかっても。なので、一旦方針を変えて、アゼルバイジャンが、7から8の軍事工場を持っているので、この軍事工場を取って、生産力を上げて、で、イランとの国力差を埋めて、イランと戦っていきたいなと思っています。あとはね、もう戦える国ってそれくらいしかなくて、サウジと戦端開くのはまあちょっと危険すぎますね、というのもあるし、じゃあ、イスラエルと戦闘するのかっていうとね、アメリカ軍に弓を引くようなことになるので、まあそれも、まあ正直言って絶対ない行為なので、そうなってくると、必然的に打てる手というのが、イランとの戦いしかないんですよね。イランをなんとか倒すための、まあ、作戦をね、しっかり考えていかなきゃいけないんですが、イランとの戦いをどう制するかだな。まあ、陸上要塞とかを立てていってもいいのかもしれないですけど、攻める側でありたいですよね。守る側ではなくて。そう考えると、まあ、陸上要塞を立ててどうこうするよりかは、なんかちょっと違うことをやりたいですよね。もし立てるとしても、まあ難しいかな。まあ劣勢になった時に、陸軍の要塞で敵を迎え撃つっていうのはもちろんありだと思うんですけど、まあそれが果たしてどこまで有効かというのはまたちょっと違った観点と話になっていきますんで、砲兵がね、もう本当に全く師団編成としてしょぼしょぼなので、師団編成を我慢できずに見直しましょう。こんな感じです。こんな感じなのでちょっとしょぼすぎるよねっていう話ですよね。一旦ここまでだな。ちょっと足りなすぎる。まあ、ただこれで歩兵と砲兵合わせた軍編成になったので、少しはね、マシになったんじゃないかなと思います。東京オリンピック。東京オリンピックの開幕。東京オリンピックの開幕としたけスポーツの日に変わるみたいですけど、7月に。本当にね、なんとかチケット取りたかったなぁ。一個も取れなかったんでね。もう一回ぐらいチャンスはあるっていう風にはなんかで見てみるんですけど。まあそれもね、多分皆さん同じ思いだと思うので、容易に取れるものではないんじゃないのかなという風には思ってます。さて、そしたらそろそろ、政治力溜まってるのでこれも吐けさせていきましょうか。何に使っていくかだよね。軍事工場の建設速度とか上げられるんであれば上げたい。で、あとは、装備品関係ですね。2018年、これのアップデートは入れよう。で、ACV の15。これ、歩兵戦闘車。ACV の19にアップグレードします。さあ、ジョージアとの戦争、開始していきます。戦線を動く。ここもね、アサリンで行きたいところなんですけどね。ちょっと。どこの国よ、これ。ちょっと待って。強いぞ。これどこよ。ジョージア軍。これ、戦車だな。
やってくれる。しまった。しかも演習をしたままにしていた。なんとうかつな。急いで軍を返そう。ちょっと待って、こういう些細なミスが命取りになるからね、本当に。ただでさえ軍編成が微妙な状況なんで、急いで救援に回ろう。ひねりつぶす。で、イギリスからの義勇軍はウェルカムですね。で、続いて国家方針見ておくとか言ってる間にね、またやられちゃうんですよね。欲しいのは追加の研究枠が欲しいので、追加の研究枠に向かっていきます。ドイツからも義勇軍。ありがたい。じゃあ、今のうちに再び外交をやりながら戦争をやろう。関係改善を。行っていく。どんどこ義勇軍を私に送ってくれと、そういう外交を展開していきます。で、研究枠も使っていきます。どうだ、これで時間の問題でしょう。一瞬ヒヤリとしましたけどね、敵のジョージア軍の戦車部隊が快進撃を取ってくる構えを見せたので、まあ、ただここもジョージアを併合します。ジョージアの併合完了。さらにアゼルバイジャンへと軍を進めていきます。アゼルバイジャンはどうなんだ。でもこれちょっとここアゼルバイジャン飛び地があるよね。こういうのやめてほしいんだよな。ナゴルカラパフ。ナゴルカラパフさんのちょっと国力見る？軍事工場1。アゼルバイジャンだな、やっぱ欲しいのは。アゼルバイジャンが欲しい。アゼルバイジャンに宣戦を布告しよう。はい。というところでね、じゃあ今回はここまでにさせていただいて、イラク、ジョージアと、ここをね、占領したので、次回アゼルバイジャンを占領していきたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。